本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。ここ2日ぐらいは、堀口くんは比較的静かにしています。堀口くんが静かにしていると、やはり違和感があります。どうした秀俊、頭でも打ったのか、2月ぐらいには、新情報が解禁されるということで、嵐の前の静けさ。といった感じでしょうか。頭おかしなるで。さて、それでは、暇空茜様のポストから引用します。マミヤママミリン様が、アンケートを行ったところ、堀口秀俊くんに憧れる、と答えた人は、わずか 1% でした。なりたいとは思わないが共感する、応援する、と答えた人は、0%、ああはなりたくない、と答えた人が、99% でした。これに対して、マミリン様は、コメントを控えさせていただきます、とコメントしています。あっと、これはなんともコメントしづらいです。もうね、思ったことを素直にボロンしてしまうと、リーガルアウト取られてしまうんじゃないかと思いますし、怖いです。まあ、堀口くんを見て、ああはなりたくないと思うのは、あくまで個人の感想ですから。これ以上のコメントは控えさせてもらいます。さて、次です。暇空茜様が、堀口くんのポストを引用して、認知プロファイリングハラスメントをしていたので、その件を紹介したいと思います。まずは元となった、堀口くんのポストから引用します。ゴキブチ呼びに関して、高校の同級生とのやりとりですね。信頼を受ける関係だと、通常の感覚なら侮辱になる過激な言葉でも、冗談で言い合うこともありますよね。いわゆるうちわ乗り、もし傷ついていたら学校に相談しています。男子校の東大寺学園すら、中退なさった暇空茜氏には、感覚的にわかりにくいかもしれませんね。堀口くんの高校の時の同級生が、かつて堀口くんのことを、ゴキブチと称していたことが再注目され、周りがドン引きしていると、そこに堀口くんが颯爽と現れて、うちはノリなので問題ありませんよ、ふふ、と言い始めた時のポストです。いや、ゴキブチ呼びは、いくら仲の良い友達でも、さすがにしないと思うんですが、ゴキブチ呼びは、義理名誉感情侵害で、賠償金が取れるラインの表現ではないでしょうか。裁判官によるブレとかもなく、多分いけるんじゃないっすかねー。堀口くんだったら、ブチギレテンダーをしそうな表現ですが、仲の良い同級生の発言なので、セーフみたいです。それだけ器が大きいなら、なんで何千件も開示しているのでしょうか。よくわかりません。そういうとこやぞ秀俊、お前のやってること、一切共感ができへんねん。ママええわ、堀口くんがうちはノリだと言っているのなら、そういうことにしておきましょう。問題は最後の一文です。男子校の東大寺学園すら中退なさった暇空茜氏には、感覚的にはわかりにくいかもしれませんね。ここ、最高に意味不明です。この流れで一体なぜ、東大寺学園が出てくるのでしょうか。こいついつも、東大寺学園中退のエピソードをこすってんな。どんだけ東大寺が好きなんですか。そんなに東大寺が好きなら、もう X のアカウント名を、東大寺秀俊、にでも改名してはいかがでしょうか。私の同級生にも、高校を中退して、大研を取って大学に行った人がいますが、もともと容量がいい人だったので、今も普通に成功しています。どこの大学に行った、あるいは、どこの学校を中退した、とかいうのは、あくまで過程であって、結果ではないんですよ。時と場合にもよりますが、大切なのは過程よりも、結果です。それとも堀口くんは、結果よりも、過程を重視するのでしょうか。ということは堀口くんが、その人の現在の状況よりも、学歴を最重要視する、学歴大好きおじさんということなのでしょうか。しかし妙な話です。学歴に熱いこだわりがある堀口くんが、学習院に立ったの約2ヶ月しか通わず、自称ハラスメントにより中途退学し、その後ロンドンに留学し、KCL 学生として華々しい留学生活を送っているんですよね。とてもじゃありませんが、堀口くんは、他人の学歴や、学校の中退をディスれるほどの、美しい経歴を持っているとは、言い難いです。他人をディスる前に、まず自分の経歴とにらめっこしましょうねー。まあ、本当に KCL 学生なんだったら、多少はマウントを取っても許されると思いますが、それにしても HEDD 同意書をまだ出さないのは、一体なぜなのでしょうか。じらしてるのか、じらしプレイはやめろ。秀俊、こちらの堀口くんのポストに対する、暇空茜様の認知プロファイリングハラスメントが、こちら、今更認知プロファイリング、学校に相談、まず普通に相手に、傷ついています、やめてくださいと伝えたり、喧嘩して縁を切るとか、そういう発想じゃないの不思議どす。男子校の、男子校関係あるってことは、女子に関係してて男子は関係ない、つまり男子の友達がいなくて、女子からされた扱いの可能性。まあ、男子校とかいう、持ち出す必要がない要素を、いきなりぶち込んできたということは、何か理由があるんでしょうね。あくまで一般論を申し上げますが、男子校だろうが女子校だろうが、モテる人は彼氏彼女いるので、男子校とか女子校とかはあまり関係ないと思います。とりあえず一つ言えるのは、堀口くんがコンプレックス丸出しだということです。堀口くんのこういった発言については、かつての同級生が堀口学に参加すれば、いろいろとわかることも多いかと思います。しかし同級生が堀口学に参入すると、確実に堀口くんから
ロックオンされますから、おすすめはしません。堀口くんの発言がどこまで本当で、どこまでが嘘なのか、第三者による証言から検証が進むと面白いですね。もし傷ついていたら学校に相談しています。これ本当に、堀口くんらしいというか、学習院でも、いちいち学校に報告して、トラブルを悪化させていましたから、高校の時から変わっていないんだなぁと思って、むしろ安心しました。学校に相談した時点で、友情はブレイクする可能性が濃厚ですから、学校に相談するのは最終手段です。話し合って無理だった場合は、学校に相談するのも良いですけど、少しからかわれたぐらいで相談していたら、確実に友達をなくしてしまいますよ。学校や先生にすぐチクる人って、ごく稀にいましたけど、そういう人は、大体周りから嫌われていた印象です。あくまで一般論です。うちわノリって言いますけど、どういううちわノリがあったら、ゴキブチなんていう呼ばれ方をするのでしょうか。不思議でなりません。一応、堀口くんの名誉のために、本人の弁を紹介しておきます。ゴキブチ故障は高校生の時に、同級生がメッセージカードで書いてきただけで、普段は名字で呼ばれていました。だからあだ名だった故障を許していたは事実誤認。今考えると SNS に公開するなよと思うものの、当時は何も思いませんでした。高校生のノリなんてそんなものでした。普段から、そう呼ばれているわけではなかったとのことです。それを聞いて安心しました。仲が良いから、いじりが行き過ぎてしまったのでしょうか。少しやりすぎ行き過ぎな気もしますが、堀口くんは怒っていないようなので問題ないでしょう。よって、ただイチャイチャしていただけです。そういうことにしておきましょう。メッセージカードを SNS に公開していた同級生は、自発的に軽率だったと反省しています。同級生のゴキブチ故障を見て便乗して読んだなら、同級生は反省しているのですから、赤の他人のくせに便乗していた人も、ちゃんと反省するべきですよね。さもないと筋が通りません。同級生がゴキブチ呼びしていたからといって、他の人がして良いとはならないと思うので、他の人がそう呼ぶのはまずいですね、確かに。ただ、ああいう形で、同級生がメッセージを堂々とネットにアップしていたケースは、おそらくほとんどありませんので、今回のような特殊なケースで、裁判所がどのような判断を下すのかは、非常に興味があります。それよりも気になるのは、同級生は自発的に軽率だったと反省しています。という一文です。これも妙なんですよ。同級生が反省したことを、なぜ堀口くんが知っているのでしょうか。その後連絡でも取り合ったんですかね。ちなみにこの同級生と、堀口くんの関係に関しては、ちょっと怖いエピソードが、発掘されています。しかしここで紹介するのは、若干センシティブなので、詳細を紹介するのは控えます。堀口くんは、なぜ同級生からここまでいじられたのか、その理由を少しは考えようね。気心の知れた間柄だからこそ比例な故障も許せるし、本気で言ったわけじゃないと分かって気にならないんですがね。でも、赤の他人にゴキブチと呼ばれる筋合いはない。便乗してゴキブチ故障をした人たちは、まともな人間関係を築いた経験が乏しく、人間関係への理解力が欠如しています。あくまで一般論を申し上げますが、人間関係への理解力が高い人は、例えば書き手の頭の悪さがよくわかる記事ですね。などと、初手から誹謗中傷して、訴えられたりはしないと思います。堀口くんは、自分自身が比例極まりない言動を繰り返して、訴えられていて、現在裁判で係争中なのに、自分はいくら比例を繰り返してもセーフ、という考え方なのでしょうか。さて、それでは、堀口くんの、次の認知プロファイリング対象のポストを紹介します。モニター親に買ってもらったやつなら親に謝れよ。いい親だったらなおさらだぞ。また自分で勝手に話を終わらす権利あるなら、こっちにもあるだろ。何が逃げちゃっただ。自分だってだいぶ前風呂入ってましたとか、逃げてるだろうが、先に予定を言っといたのに逃げ扱いか、スペースから逃げたくせに、私にディスプレイを壊したなら親に謝れとおっしゃるなら、ぜひ誹謗中傷やプライバシー侵害の加害者にも謝るように言ってください。私の心身は何度も傷つけられてきました。たかだか数万円のディスプレイを壊しただけで謝らなくちゃいけないのに、心身ともにボロボロされて謝罪を受けられない不思議。この名言。こちらのポストは、X でも YouTube でも、鬼のように擦られまくっているので、すでに何度も見た方も多いかと思います。たかだか数万円という言葉から、堀口くんの金銭感覚がよくわかります。やはりビジネスクラスを乗り回す、スーパーセレブは違いますね。今度180分コースを奢ってあげましょうか。数万円稼ぐのが、どれだけ大変だと思っているんですか。堀口くんに1ヶ月、アルバイトさせたいです。働くことがどれだけ大変か、その身をもって一度知ると良いです。堀口くんのポストに対する、暇空あかね様の、認知プロファイリングハラスメントがこちら。認知プロファイリングしますね。たかだか数万円のディスプレイを壊しただけで、謝れと、買ってもらったモニターだと認知してますね。つまり自分の稼ぎは皆無です。あの堀口くんなら、仕送り自分の稼ぎなら、都合よく自分の稼ぎで買った、と主張するだろうから。よし、じゃあ1日3万円の間接強制金も、軽く払えますね。ちなみに堀口くんが、年収1700万円を稼ぐと、間接強制金を毎日3万円払いながら、なんとか生きていくことは一応可能です。税金を考えると、かなりカツカツですが、っていうかね、
通、物を壊すにしても、もっと安いものを破壊しませんか。もちろん、物を意図的に壊す時点で論外ですし、壊した様子をネットにアップしている時点で、だいぶヤバいです。しかし、怒りをぶつけるにしても、モニターにダイレクトアタックする人というのは、あまりいません。例えば、配信以外で大パンする人とかも、たまにいると思うんですよ。でもいくらストレスを感じたからといって、モニターをナイフで破壊する人なんて、まずいません。しかも、ナイフで破壊したモニターを、わざわざ写真撮影して、ネットにアップするという、その行為に、一体何の意味があるのでしょうか。何かの儀式ですか。周りから可愛いちょ、と同情されたいのでしょうか。さて次は、ひまそらあかね様のポストから引用します。堀口くんが、俺に学歴で上回る未来が想像できなくなってる。想像できる。4年間大学に通って卒業できた堀口くん、F ランならいける。KCL を卒業できれば、まだワンチャンありますから。大丈夫ですよ堀口くん。まだ在籍さえしていれば、本気出せばギリ卒業できますから、いつ卒業できるのかはちょっとわかりませんけれども、堀口くんが KCL に在籍していない。いやいやいや、さすがにそれはないでしょ。閉学とまでおっしゃったのですから、現在進行形で在籍しているに決まってるでしょ。KCL に在籍していないだろとかいう、堀口くんに対する、悪質な誹謗中傷はやめてください。スターでフォローして、ツイートやその周りを追いかけるってのは、時間を食うからね、時間を食ってもいいから追いかけたい、と思わせる魅力が必要なわけ。そう、堀口くんみたいにね。よかったですね堀口くん、褒められてますよ。魅力あるんですって、魅力。まあ魅力があるといえばあるのかもしれません。堀口くんは、ただ X でレスバトルをするだけで、9000人を集める男ですから、謎に大衆を熱狂させています。レスバトルで同説9000人を集めるのは、本当にすごいことですよ堀口くん。企業所属の、そこそこ稼いでいる VTuber とかでも、同説9000人もいかない人の方が、はるかに多いですから、企業所属の大手 VTuber よりも、同説を集める男、堀口秀俊、これもレジェンドだろ。困惑、そんなレジェンドのおかげで、2023年は、かなりの広告収入を稼がせてもらいました。これからもレジェンドは、新たな歴史を刻み続けることでしょう。2024年はどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。楽しみです。もう十分堪能したよ。さて、次の話題です。なかなか紹介するタイミングがなかったのですが、いずれは紹介したいと思っていたネタを、ついに紹介する時が来ました。ひまそらあかね様が以前、X の方で公開していた、学習院告発サイトの管理人が、堀口くんに送ったとされるメールを紹介したいと思います。堀口秀俊くん学習院仮処分最終期日暇な空白 URL。チラ見せ、管理人のメール片方は公開、ウィンウィンですよね、の方は買って読んでね。こちら、2023年12月27日投稿のポストとなっています。これがもう1ヶ月前ですか。さて、それでは、堀口くんによる、熱いお人形遊びを、とくと味わうがいい、わかっているとは思いますが、一応説明しておくと、堀口くんは学習院告発サイトという、名誉毀損やプライバシー侵害に当たる恐れがある、とんでもない害悪サイトを公開し続けています。で、告発サイトの件で訴えられて、ピンチになった堀口くんは、裁判の中で、僕ちゃんサイトの管理人じゃないもん、管理人は別人だもん、はい、これがその管理人とのメール、という、信じられないぐらい幼稚なムーブを披露して、失笑を誘いました。なお裁判所は、堀口くんのお人形遊びを無視して、告発サイトを削除する仮処分を、決定しています。そして今から紹介するのは、告発サイトの管理人が、堀口くんに送ったとされるメールです。それでは引用します。管理人からのメール、堀口さん、お元気で過ごしていますか？ギターやノートを拝見したら、いろいろ大変そうですね。いやー、きついっす。だって、もうきついですもん。もう面白いです。開幕の堀口さん、の時点で笑ってしまいますよ。こんな面白いメールを、配信で読みながら解説してたら、頭おかしなるで、お元気で過ごしていますか？ってなんやねん、おめえが管理してるサイトのせいで、堀口くんが訴えられて、大変なことになっているというのに、お元気で過ごしていますか？は完全に煽ってるでしょ。管理人、サイコパス説、管理人は、堀口くんの X やノートを見ているらしく、何があったのかは大体把握しているようです。いや、把握してるなら、さっさと告発サイト消せよ。やっぱりこの管理人、完全にサイコパスでしょ。堀口くんが集団訴訟で大ピンチという状況を、把握しているにもかかわらず、のんきにメールを送っていますからね。堀口くん、この管理人ふざけてますよ。堀口くんの言うことを聞かないのなら、訴えましょうよ。丸々に当ててメールを頂戴しましたが、なぜか受信はできても、送信できないので、代わりのメールアドレスからお送りします。いや、そんなことありますか。受信はできるのに送信はできない、妙なこともあるもんですね。ママAは、続きを読んでいきます。お申し越しの内容は、承知しました。位置については検討します。しかし、添付ファイルの申し立て書を読むと、裁判の相手方である債権者は、
これらの記事の全部分を削除するように求めていると読み取れます。一方で堀口さんからのメールには権利侵害に該当する部分の削除と書いてあります。また法的にも権利侵害に関係のない部分の部分まで。いやいやいや、ちょっと待ってください。権利侵害に関係ない部分の部分って何なんですか。部分って2回繰り返していますよ。文章バグってますよ。大丈夫ですかこの管理人。裁判所に出すメールなのにがっつり誤字してるんですけど。例えば X に投稿するポストとかだったら誤字があってもまあしょうがないかなとしか思わないのですが、裁判所に提出する文章ならしっかりと遂行した方がいいです。あれかな、おけるにおけるの系譜でしょうか。もしかして受け狙いですか。そういうのいいから裁判所に提出するメールで受けを狙わなくていいんですよ。そういうボケいらないですから。何やってるんですか。権利侵害に関係ない部分の部分まで求められる理由はないように考えています。これらの記事のどの部分を削除すればよいのかを明確にしていただくことはできますか。うるさいですね。もういいでしょ。素直に全部消してくださいよ。どうでもいいでしょ。どうせ誰もあんなサイト見てないんですから。あのサイトのせいで迷惑がかかっている人がいるんですから、全部消して終わりにしましょうよ。ほら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 、早く消してみろよ。ここでも謎のプライドを感じます。他人からの指図は受けたくないという強い意志を感じます。もしかして管理人は堀口秀俊タイプの人間なのでしょうか。そう、何者も私の世界を変えられはしないみたいな、ブリーチの関東ポエムじゃないんですから。そういうのは本当に勘弁してください。チンが主人公が許されるのはブリーチの関東ポエムだけです。についてはすみません、お断りさせてください。堀口さんを信用していないわけではありませんが、以前に運営していた別のサイトを他の人に荒らされてしまった経験があるので、私の管理するサイトの運営や編集の権限は他の人に渡さないようにしています。記事の削除や編集は私で巻き取ります。なんだこの管理人、どんだけ自分勝手なんですか。裁判沙汰になって大騒ぎになっているんですから、管理権限を堀口くんに渡すだけで丸く収まる話です。それなのに管理人はなぜか管理権限を渡すことを固くなに拒否しているようです。舐めてんのか。管理人は堀口くんを破滅させたいのでしょうか。以前堀口くんの最大のアンチは堀口くん自身みたいなことを言いましたが、もしかしたら最大のアンチは管理人かもしれません。だって言ってることもやってることも全部めちゃくちゃですよこの管理人。こいつ絶対堀口アンチですよ。訴えましょうよ堀口くん。さんについてはどのような情報を開示なさる予定かを教えてください。また裁判の相手方である債権者にきちんと個人情報保護やプライバシー保護を求めていただくことはできますか。お前じゃい。学習院告発サイト自体が他人のプライバシーや個人情報を盛大にボロンしまくっているサイトです。その管理人が何を言うとんねん。どの口が言うとんねん。この口か。おん、きちんと個人情報保護やプライバシー保護を求めていただくことはできますか。ってお前、まずは自分自身に言ってくださいよ。クソデカブーメランやめてください。なんで他人の個人情報をボロンしまくっているサイトの管理人が他人に個人情報の配慮を求めているんですか。堀口くん、やはりこの管理人を許してはいけません。管理人を野放しにしておくのはあまりにも危険すぎます。ここは一つ管理人を裁判所に呼び出して堀口くんとは別人であることを証明し、その責任を追及するべきです。管理人、タキシードパンダ、ガシマンテ、長文くんなどを全員裁判所に召喚して堀口くんの無実を証明しましょう。そうすれば堀口くんの完全勝利です。ついでに HEDD 同意書も出せば暇空茜様の完全敗北です。ピターを見ているとこの裁判に関係して暇空茜氏が騒ぎ立てている上に、あれこれ情報を暴露したり堀口さんが提出した書面を勝手に晒したりしているようですね。この管理人随分詳しいですね。さてはお前、堀口秀俊ボッチャーだな。管理人が実は堀口秀俊ボッチャーで、堀口くんを落とし入れるためにあえて堀口くんが不利になるような行動ばかりを連発していると仮定すれば、管理人の不可解な行動の数々にも一応説明がつきます。っていうか暇空茜様が書面をボロンしていることまで知っているとか、だいぶ詳しいですよ。最新情報を追いかけていないとそこまで詳しく把握していないはずです。なんでそんなに詳しいのに堀口くんからメールが来るまで学習院告発サイトを放置していたのでしょうか。謎です。堀口くんが困ったことになっているのに、この管理人はそれを傍観しつつ放置プレイをしていたようです。一体どういう精神状態で今までの流れを見ていたのでしょうか。どうも債権者から暇空茜氏に情報が流れているし、債権者や暇空茜氏が情報を厳正に管理していないように感じます。また暇空茜氏は堀口さんの個人情報を何度も撒いていましたよね。暇空茜氏たちを信用できないのは堀口さんも同様だと思います。これ堀口くんことあるごとに主張しているんですけれども、本当なのでしょうか。もし本当なのであればプライバシー侵害ですので訴えれば良いのではないでしょうか。そもそもロンドンのホテルのロビーに堀口くんが住んでいたかどうかはかなり疑わしいと思っています。いくら秀俊でもホテルのロビーには住まないでしょ。さすがに個人情報を厳正
正に管理していないのは、学習院告発サイトの方だろ。いい加減にしろ。とはいえ、堀口さんに何も情報の開示を許可しないと、堀口さんが困ってしまうかと存じますから、ひとまずメールアドレスのみ、開示していただいて構いません。この、ねっとりした文章、どこかで見たことがあります。頭が、めちゃめちゃ見覚えのある文章です。もはや、読む実家、と言っても、過言ではありません。他人のプライバシーや個人情報をボロン、するサイトを作っておいて、個人情報を出されるのは怖いから、開示するのは、メールアドレスだけにしてくれメンス、などという、ふざけたことを抜かしています。なめんじゃねえぞ管理人。お忙しいところ、申し訳ないのですが、以上の点をクリアにしてくださいますか。いずれにしても、私の管理するサイトで、堀口さんに迷惑をかけてしまい、本当にすみません。いや、申し訳ないと思うんだったら、さっさと告発サイトを消せばいいだけでしょ。口だけの謝罪をしている暇があったら、さっさと行動に移さんかい。悪い、この管理人、絶対やべえやつですよ。堀口くんがどんなに苦しんでいても、自分の都合しか考えていない、恐るべき人間です。これは刑事と民事の両方で、管理人を追い詰めるべきでは、堀口くん、今こそ戦うべき時です。管理人とパンダに、法的措置を取りましょう。学習院大学ハラスメント告発サイト、学習院、運営事務局、〇〇。何が、運営事務局だよ。何大層な名前をつけてるんですか。あれかな、全部で80人ぐらいで構成された、事務局なのでしょうか。笑い、なお資料のすべては、暇空あかね様のノート、堀口秀俊くん学習院仮処分最終期日を購入することで読むことができます。いやー非常に濃いメールでした。頭おかしなるかと思ったわ。お知らせです。現在アマゾンで早々のフリーレンや薬屋の独り言ブラックラグーンなどの人気漫画がポイント還元中です。還元率がリアルタイムで変動するので注意。他にも多数の漫画がポイント還元中なのでぜひ一度覗いてみてください。期間限定で無料公開中の漫画もあります。詳細はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。